さあ今日は日曜日ですけど、通常と予定を変更してドリ散歩をお届けしております。なぜならちょっとお使いに行ってまいります。今ね土曜週末ね、僕のオンライン行動を全て把握しているバックスペース FM リスナーの皆さんだったらよくご存知かもしれませんが、僕はあたかも今週末はひたすらゲームやってると皆さんお思いでしょうが、それは半分正解で半分不正解ではありませんが、半分はちょっとね、今うちの奥さんがまあ今週いっぱいで、うわここうるせえな、今週いっぱいで夏の大学の授業がね、あたたたたた、ここひどい、これはひどいわ、音がひどいんじゃないかな、なんだよこれ、中途半端な工事にも程があるな、ブーステッドボード壊れる勢いだ、道の悪さがもうね、こういう荒れてる悪さとはまた違う悪さになっててひどいわ。しかも後ろから車にプレッシャーかけられてた。歩道走ればよかったな。夏のね授業が今週で終わるらしいんだけど、今最後の課題提出で、俺なんかまたジャイアンツのイベントやってるのかな、提出でなんかもう本当アメリカの大学のは本当に入るのはか、なんか実は入るのも難しいみたいだけど、まあ大学によるみたいですけど、まあ、入るのはある程度簡単なんだけど、まあ、出るのの難しさは半端じゃないって一般論的に日本でもよく言われてますが、想像以上ですね。なんか多分こう生徒がちょっと発狂してもうダメだっていう、ギリギリのなんかもう人のこう限界のギリをこう狙ってきて、そこまでこう宿題とか課題をやらせるっていう感じに見える。まあいろいろ大学によっても違うと思いますけど、少なくともうちの奥さん今通ってるところはそんな感じで、結構なんか毎週すごい宿題をさせられるんだけど、まあ、最後の最後がなんかその自分の作った作品を一冊の本に仕上げるみたいな、でその本の、バインディングっていうんですか、その本当に最後作るところものり付けしてとか印刷して表紙作ってなんとかしてみたいなやつを全部自分でやるんですよね。まあ、自分でやるか、もしくはそこに関してはもちろん業者使ってもいいんだけど、業者使うと一冊なんか7万円とかそういうレベルになってて、もう実質それをなんか2冊作んなきゃいけないとか言うとなんかやばい額になるんですよ。でなんか結構現実的じゃないから、みんな自分でバインディングするしかないんだけど、これどっかからどっちから行こうかな、Google マップでルート検索するとこのサードストリートをひたすら登っていくっていう、今この正面の道を登っていくのは最短ルートなんだけど、遊んでね、そのお使いでなんか話は前置きなかったですけど、その表紙を作るのに表紙のカバーをね、のり付けするなんかのりみたいなやつ、それをね買いに行かなきゃいけないんですよね。でそれがねちょうどユニオンスクエアっていうアップルストアのあるエリアのすごい近所にあるんだけど、このねここサードストリートまっすぐ行くと、まあ、一番最短で行けるというふうに、Google マップは教えてくれてるけど、ここはご覧の通り、ルートとしては結構激しいので、
今も車に後ろの車になんか煽られましたけど、サードストリートで行くべきか、海沿い、デフォルトのルートはこのずっといつも通勤に使うような海沿いルートで行った方がいいよと、5分遅いけど海沿いルートがおすすめだよっていうルートで、おすすめはされましたね。まあ、確かにここ道悪いよね。なんか今も自転車共用ルートだって言ってんのに後ろから煽ってくる人とかいるしね。まあ、日曜日で道空いてるから、空いてる方が危険なのかな。いつもみたいに混んでる方が逆にゆっくりだからいいのかな。なんか難しいけど、まあ、ただちょっとね急いでるっていうのもあるんで、こっちから行ってみるか。でも急がば回れだからこういうとここそ焦ってはいけないという気もするんだけど、まあでもこんだけ空いてれば今日はなんとかなるんじゃないかなと思いたい。一応ここもね自転車通路が完備されてるんだけど、されてないのかな。こっから一応自転車ルートだよね。ここ今ルートだけど、この前が突然バスルートに変わるから、バスタクシールートに変わるから微妙だな。どうしよう、どっち通ればいいんだろうか。これはでも右のあの細い方を通った方がいいよね、明らかにね。海沿いに素直に行った方が良かったかな。ブーステ、自転車で5分違うけど、ブーステッドボードで5分ってだったら5分差がないかもしれなかったな。少なくとも体力的な差はそんなにないから、別に漕ぐわけじゃないから。うわー、この前の車とかも、だからここは一般車は通っちゃいけないっつってんのにガン無視ですね。すげえな、みんななんかもうルール守んない人多すぎ、多すぎ感やばいっすね。これみんなガンガンにこっち通ってるけど、これ右折する人以外はこのルート通っちゃいけないはずなんだけど、普通にみんな通ってますね。どういう魂胆なんだろうか。土日だからいいのかな。いやいやいや、 at all the time って書いてあるな。場合によってはね、土日はいいよっていうのもあるけど、でもあの人たちは一応ここで右に曲がるから一個手前からもう右に入ってたよっていうのはまあありだね。みんなこっちで右に行く人はしょうがないんですよね、右折する人は。こういう人たちは、まあ、あらかじめ何ブロックか前かで右折レーンに入っとかないと車線変更が大変だよっていう言い訳はできるんで、まあじゃあ許してやろう何目線か分かんないけど、この人たちは正しかった。不当に、いや実際この 赤レーンね、バスとかタクシーのレーンね乗ってて、その何にも右折とかせずにタラタラ走ってると実際結構捕まるんですよね。わあ、このまた変な人がいるから右折が時間かかるっていうね。お、道が悪いのと道が汚れてるっていうのとでいろいろ走りにくいんだけど、高橋名人のゲームなかったっけ、バナナでつるんでスケボーのやつ、高橋名人の冒険島。あ、これなんか全部止まるな、調整されてるな信号が、うざいな。週末ぐらい全部通してくれよって感じだけど、やっぱ海沿いの方がむしろ早かったな。信号で止まらないな、帰りはそっちから行くかな。いやー辛いわこれ。まだね、今何時、10時、
今日ちょっと、いやそう急いで、なんせ月曜日が締め切りなんで、早く今日中に終わらせたいということで、今起きてすぐ飛び出してきたんだけど、帰りにレーザーストア寄ってもいいかな。なんか余分なもん買ってきたら、あれだよね、空気読んでない感じだよね。さっと行ってさっと帰ってきた方が、俺も協力してます感が出て印象いいよね。なんの、ほらまた止まる、もうわざとだよこれ。こういうのね、調整して作ってんすよね、こっちの信号よくできてるから。基本は逆に信号がパカ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 って全部法定速度で走ってると、全部信号がパカパカパカって綺麗に青に変わるっていうルートもあるんですよ。だからそこがなんかね計算されてる感で、まあ、そういうルートは、比較的こう空いてて、あんまりこう幹線じゃないところ、知る人ぞ知るみたいなルート、地元の人はよく使うけど、あんまり外から来た人は使わないみたいなところにうまく設定されてる気がする。その何フラグでそういう ルールにしてるのかわかんないけど、まあでもそういう道と、逆に全部に信号をこう当ててくっていうルートと両方をうまくこう使ってんですよね。やっぱ車社会、そこら辺の日本もやってんのかな。なんかコントロール感がすごいけど、でもなんかコントロール自体は適当だから、なんかたまにそれがずれて本来全部青になってほしいところがうまく動かなかったりっていうこともよくある。工事とかしてるとなんかずれますよね。それが意図的なのか、おーほらほらほら、危ない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 。まあでも一応最短だから距離的には近いね。もうマーケットストリート見えてきたから、さすがにルートは近いけど、これでも走るのつらいわ。帰りは海沿いから素直に行こう。信号待ちでね、ストップアンドゴーするのはブーステッドボードにとっても結構負担っていうか、むしろブーステッドボードは急停車するのめんどくさいから、よろしくないですね。わ、なんか捕まってるじゃない、前の車、白バイに。怖っ。こことかどうやって自転車の人は内側のまっすぐ渡れっつうんだろう。自転車道路がないからこっち使うなっていうことなんだったんだな、多分。うわ、捕まっとる。怖いわ。こっちからはもう歩道で行くしかないよね。それでなんかどっかで朝ごはん買って帰りたいんだけど、サブウェイとかでいいかな。うわ、すげえ混んでるけど、このスタバか。騒がしい。うわ、騒がしい。めっちゃ怒ってるし、路面電車が怒ってもしょうがないんだけど、路面電車があそこのこう赤信号なのに無理やり突っ込んでってブロックした車に対してすげえクラクション鳴らしてるけど、ほんとね、もうだからみんなね、余裕がないから殺伐してんだよ。でこの人も思いっきり赤信号走ってるしね、俺のせいじゃないや感がすごいけど、もう一回道路がこうなるともう殺伐感出ちゃってやばいっすよね。みんながみんなもう、さあ、これ今 ND16 フィルターつけたまんまで、外のところがいいけど、このまんま店内を撮ろうと思うとちょっと暗すぎるからカメラ変えた方がいいかな。そのまま行ってみるか、試しに。ワークフロー勉強として、昨日もね
どっかそこら辺だと思うんだけどな。みんなマイペースに信号を無視していく人たち、押されてないんだ。ここら辺だと思うんだけど、布屋さん、布屋さんで布用の糊みたいなのを買いたいんだけど、さすがにこのマーケットユニオンスクエアあたりもまだこの午前中は意外と人少ないのかな、観光客の人も。ここら辺だと思うんだけどな。ないな。あ、これだ。あれ、まだやって、え、クローズドだし。え、マジで。うわ、日曜日休みだよ。ショック。ここはショック、これはショックだわ。そう、それなんかね、嫌な予感してたんだよね。してたんだけど。うわ、ショックだな。他にファブリックストアはどこにあるんだろうか。ディスカウントファブリック、ここしかないのか。うわ、家のそばだった。ああ、もうちゃんと検索してくればよかったぜ。今やってるところで。売ってそうなのはもうそこぐらいしかないな。一回これはフィフスか。お、このもう一個このところにブリックあるんだ。しょうがないな。5と6の間にブリックアートマテリアルっていうのがあるから、そこであるかチェックするか。やばい、壮大な長時間、もう思いのほかこれパッて行ってパッと帰ってくる予定だったのに。壮大なお使い動画になりそうだな。
困った。しかもこう工事してて走りにくいっていう。通れるかな。すごいわ。なんかヨーロッパ系の観光客すごいサンフランシスコ多い気がするんだけど、この人は普通に犬飼って散歩してるから、こんな街中で住んでんだよね。めっちゃ僕らはヨーロッパ行きたくてもなかなか行けないっていうのに、ヨーロッパ系の人たちはサンフランシスコ来たいのかな。やっぱりこの人たちも確実に観光客、観光マップを持って。来てますね。右側の工事も本当終わんないけど、この右側に旧アップルストアがあったんですけど、もう完全になかったものになってますね。そう、あ、なんか靴ひもが、上がれそうだ。さあ、こう自転車道路、通路あったよね。5と6の4だから、あ、ゲームストップが右手にあったけど、まあ、なんだこの逆走パト、なんかすっげえパトカーがいっぱいいるけど、もろ逆走で止められてて走りづらいという。乗ってんのかな、怖いな。うわあ、なかなか普段ない絵が撮れた。さあ、5と6の間だったから、この先だな、この先の左手だな。もう一気に人が街中に増えてきましたね。よいしょ、ここだな。こんなところにあったっけな、アートマテリアルグッズ売り場。知らんぞ。ちょっと望み薄だけど、近場だから一応寄ってみる。うわぁ、怖えわ。ここまで来るとだんだん治安のよろしくないエリアなんだけど、うわ、やばい、タバコの人の真後ろにスリップストリームについてしまった。どこだ、ある気がしないけどな、知らなかったけどな。ちょっと携帯チェックしてみよう。あ、結構この6って長いから結構先なのね。終わりの方まで行かないとダメだ。これは乗ろう。うるさいけど乗った方が早いわ。この先ぐらい、あったあった、ブリックだ。11時開店、もうオープンしたはず、するはず。11時まで
あと数分。あ、こんなところにあったね。しかもでかいじゃん。あるかな。空いてる気もする。よし、ここでもう必要なものを先に広げ聞いとこ。ついでにカメラ変えとく。まだやってないね。やってるか。一応変えとくか。よし、これでノーマル GoPro に変換。こういう時にね、GoPro2 台あることの、便利さを痛感しますよね。痛感って、ちょっとマイクが、痛感って悪い時に使うんだっけ？いい時には痛感って言い方しないんだっけ？やってっかな？お、やってるやってる。はい。Can I have, do you have this?It's a guru. No, no, we don't have that particular. Do you know where? It's Orstimeter, like a paper guru. Well, we might have something similar, we just don't have that brand. Okay. And I'm not, unfortunately, I'm not familiar enough with. Okay, somebody else? I just mean that I don't know where else they would carry that particular product. But you have similar this yeah, one? Yeah, so it'll be an aisle 4B. It'll, okay. it'll say adhesives above the aisle. Okay, mm-hmm. thank you.どれが 4B なんだ。なんかこれぴったりはないけど似たようなやつならあるかもって言ってて。もう一回聞いた方が早いけど。なんか面白いものいっぱい売ってるよね。完全に聞いた方がいいパターン。Do you have paper bond? Paper what? Paper bond? Paper bond? No. No? No, 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 that, yeah. Or some similar brand. Let me check. Yeah. There might be something. Different from the last one. I went to full dash. ドキドキ。Because it looks like we have some on our website. But not exactly in stores.
and yeah, stuff. Yeah, I'm gonna check our. Okay. Thank you. Yeah. Yeah, it looks like we do sell this, but it's online. Okay, online. Not in stock. Not in store. Not exactly the same, similar. No, actually it looks like we sell it in like exactly, that. Exactly, yeah. Or we sell it like in a roll. Like, here, I could show you. Like this too. Mm. Yeah, but yeah, because we sell it like that or like that. Mm. But yeah, it's all online. Yeah. Do you know where the possible store in you summer? You could probably try Fox Hardware. Okay. It's on 3rd Street. Okay. Yeah. Fox Hardware. Yeah. FOX. Yeah. If you want, I could. It's on 4th Street. Oh, yeah, 4th and. When you're done with that, Chris, there's a cart. Mission? Yeah, I've been trying to get to it, but every time I go there's no three problem. People. You can just move it out a little bit and get a chance. Alright. This one? Yeah. Cold Hardware? Yeah, cold. Yeah. Okay, let me check. The yeah, I got it. Oh, okay. Yeah. Thank you very much. Yeah, appreciate that. いい人だったけど。いい人だったけど、なくて。どうしよう。別のお店勧められたけど、確実にありそうなでかいファブリックストアに行くべきか。今の、カメラそのまんまだけど、まあいいか。ちょっと ND フィルターありなし。性能比較にしよう。ポジティブシンキングで。まあいいや、そんなに遠くないから行ってみよう。てか、やってんのか？その罠があったぞ。ちょっともう一回調べよう。あのおっさんもさすがにすげえいい人だったけど、やってるかどうかまではきっと分かってないよね。ちょっと調べよう。なんか。もう日曜日やってるじゃん。おっさんすげえな。知ってて教えてくれたのかな。素晴らしい。たまにいい人いるんだよね。たまにって失礼だけど。ここ行っていいのね。フォースだから、今これフィフスだから、もう次のストリート右に回ったところ。ちなみにこの右側にレーザーストアが、僕が行きたいレーザーストアが、レーザーストアでゲーミングヘッドセットをゲーム実況用に欲しいんだけど、ちょっと時間がないのでパス。さあ、朝ごはんどこで買ってこうかな。ついでにもうね、ほんとね、うちの奥さんに至ってはなんか飲まず食わずでやってる。時間ないとか言って死にそうになってますね。ここを右に行ったところだ。あそこか、分かったぞ。お店、行ったことあるな。もうとりあえず、わ、ここはでもね、隣にコンテナストアもあるから、そこでも聞いてみようかな。ないと思うけど。このね、コンテナストアも結構高級な何でも売ってる屋さんって感じ。
日用雑貨、その名の通り、あの収納グッズ売り場。右ね。よく WWC とかで来た時に時間余ってここ見るの昔好きだったんだけど、観光客だった頃ね。住んでからもうなんかわざわざこの混んでるところに来るのが本当に怖いんで、あんまり来なくなっちゃったけど。ここか、ポールハードウェアね。これエースかと思ってた、エースってお店かと思ってたけど、名前を勘違いしてた。バイクで入ってきちゃダメよって。Excuse me. I sort of said to him. Oops. Hi. Do you have this one? What is that? Heat bomb. Heat bomb. Yeah. What is it used for? Downstairs. Let's see. Okay.Hey Foxes, do we carry Heat and Bond Ultra Hold? It's used for fabric patches and denim, leather, suede. They're checking on it now. Okay. I've never seen it. I've never seen it before. No.No? Or some similar? I mean, the only thing we have is just patches. I don't even know there are none. This is the blue denim one? Yeah. Yeah, it's going to be it. So. Okay. No. No. Okay, thank you. So, ne. 完全にちょっと目的違うけど、お店としては大きいからなんか変なもん売ってる可能性もある。結構なんかね、アイデアグッズみたいなのもコンテナストア売ってたりするから、もしかしたらあるかも。ダメならファブリック行くか。忙しそう。オンラインで調べつつ、ヒートボンド、なさそうだな。はい。Do you have this? No. No? Maybe try the hardware store. No, they didn't. I know Britex probably has it. Yeah, it's closed. Union Square is closed. Yeah. Other than that, I'm not sure. Thank you, ma'am. You could try like some of the art stores around. Okay. So like U-Track.Brick. Yeah, I also try. Okay. Thank you very much. Appreciate it. なんかみんな親切だけど、やっぱり思いつくところ一緒だな。ある意味思いつくところが一緒っていうのはなんか当たりとしてはいいっていうことだけど、結果的にはないから、一応連絡しとくか。
あんまり当てにならないかも。そうそう、そこしか空いてなさそう。そっち行ってみます。じゃあさっきの、ファブリックアウトレットだよね。ここから行くとなると、ここでアップルウォッチのマップ使うか。当てにあんまり信頼できないけど、ファブリックアウトレットがね、あ、なんかアップルマップはまだあれに対応してないよね、自転車ルートに。甘いね。ミッションをひたすら行って、ひたすらミッション行けばいいのか、17ストリートまで。行き方としては、この先にミッションストリートっていうのがあるんだけど、それを道なりに、今はここフォースストリートでしょ、4、それを17まで、17ストリートまで、基本的には連番だから、17ストリートまで。トン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 行ってる。トン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 、いいですね。17ストリートまでひたすらこれを行くって感じかな。ここを、よし、腹減ったぞ、猛烈に腹減ってきたぞ。お昼だな。さあもうこっからはもう焦ってもしょうがないんで、急がば回れ精神で安全運転で行きたいと思いますが、あ、これ自転車ルートないんだ、ここのミッション。走りにくいね。結構広いんだけど、まあ、自転車もガンガン通ってますけど、自転車速いね。速いけど僕はちょっと今日はこういうのを精神的に焦ってる時に焦ると、大抵経験上大惨事が起きるんで。うるさいうるさい、バスうるさいよ。もう飛び降りてもなんとか死なない程度のスピードで走っとこうかなと思っている今。道が悪いから嫌でも蛇行せざるを得ないんだけど、おー、そうするとあのね、追い越そうとした車に迷惑かけたりとかするから、非常に難しいです。さあここが6、あと11、結構あるな。自転車で12分とか、ん？車で12分とかってなったかな。車で12分だから、でも車とブーステッドボード変わんないんじゃない。これもまたずっと止められるパターンでしょう。止まってはで、こう右折、車はできないかな。このね、マンホールがちょうど交差点の真ん中にあるっていうのが、ちょうどなんかあのそこに設置しやすいのかね、中で分岐しやすいところになってるのか分かんないけど、あれが余計にあの交差点の真ん中でこけるほど恥ずかしいものはないっていう。
さあこうなってくるとサミーズカメラも経由するな。横目で寄って、わあ風強いけど、これ音大丈夫？あ、そうそう、昨日からね、昨日からっていうか、これ続くかわかんないんだけど、ドリ散歩に、ドリ散歩ドリドライブ、ドリボードに続く第何弾かもうわかんないけど、ドリトークしてみました。自分のね、家のデスクの自作デスクトップ、50万自作デスクトップのあるテーブルのところで、まあただ、語るっていうだけ、もうほとんどポッドキャストじゃんっていう、一人ポッドキャストだけど状態で、まあなんか語ってみるっていうのを、この間のね所さんの世田谷ベースとかを見て、こうね、また怒られるよ、ベースとかを見て、まあ、触発されたんで、まあ、あのクオリティには到底いかないんですけど、やってみようかなと。でもあれ冷静に考えると、結局それって、おこの車もさ強引だな、全然見てないよね、私の存在を。もろ U ターン、しかもこう U ターン禁止道路で鬼 U ターンして、かつ対向車線を見てないというおばちゃん。そう、それね、それを始めたんすよ。始めたっていうか、始めてみようと思ってパイロット版を撮ってみたけど、どうだろうな。昨日はね、夜中のもう2時に近づくぐらい、1時半回ったぐらいで撮ってて、まあ家相当暗いんですけど、GH4 を使って、結構ね、その、ブラックマジックのプロフェッショナルなので、 4K で撮れるモニターにブラックマジック側で 4K 撮影して、 4K レコードして、しかも Apple プロレスだから、なんかファイルサイズが15分で70ギガとか超えてたの、75ギガぐらいになったんだけど、それを使って撮って、でまあほぼ編集はいらないから、頭とお尻だけ揃えて撮って出しするっていうのをやってみて試したんだけど、いやね、あれは GH4 でやったの失敗、 GH5 でした方が良かったかな。まあ、それもあるんだけど、何せ暗いから ISO を1600ぐらいまで上げたんだけど、画像がやばいっすね。しかもなんかフォーカスも、だから暗いから F2.8 で思いっきり、開放、全開放で撮ったんだけど、なんか全開放であの暗いところ撮っても、もうなんか何、フォーカスが、あのフォーカスピーキングで確認した時にはフォーカス合ってるように見えたんだけど、あのね、あのマニュアルフォーカスのアシストでこうフォーカス合ってるところのエッジを塗りつぶしてくれるっていうカメラ側の機能あるじゃないですか、あれでフォーカスチェックしてて、それした時は合ってるように見えたんだけど、なんかね、全然合ってなかった。なんかもうほとんどちょっと夢の中というか、レトロ映像みたいになっちゃって、もうお蔵入りにしてもいいかなと思ったけど、まあちょっとパイロット版で勘弁してもらおうっていうのと、ナーボックスについて語ったことについてはちょっとどうしても伝えたいこともあったので、そのまま公開してみたんだけど、コメント怖え、もう公開済みだけどコメントみんな怖、すげえなんか怒られそう。ちょっとみんな、でも基本は優しいから、励ましてくれるとは思うんだけど、これをまだまっすぐ行くのね。うわ、これ怖えわ。このでかい道路をまっすぐ行く勇気。ここはバンネスっていう超広い道路ですけど、あ、でもここから自転車ルートが来たから、あー緊張した。もういつでも飛び降りる覚悟をしつつ今走ってたけど、ただこっからね、ちょっとユニオンスクエア周りのザッツ観光地を外れるんで、走りやすくはなるんじゃないかな。あれ、これを引き続きミッション行かないといけないんだけど、
ルート的にこっちかな。どっちがミッションなのかが。ゴフ、あれミッションじゃないけど。やっぱりこれを左に行くんね。青なのかこの信号は。さあここら辺からじゃあ行けばよいかな。このまままっすぐ進む。オティスっていうところだけど、ほとんど本当車で行くのとブーステッドボードで行くのとこの渋滞、結局車が交通機関がほとんど渋滞で麻痺していることを考えると時間的にはほとんど変わらないことになってますね。さあこのまんま今この先でいきなりもうさっき12ぐらいまで超えたから、この辺がゴニョゴニョっとこうナンバリングがよくわかんない状態になるんだけど、一回それを超えるとここもまたでかいな通路としては。ここを超える、あーなんか自転車通路ないんだ。自転車通路が欲しいぜ。ここも14ぐらいなんじゃないかな。あ、14だよね。そう、目の前14だから10、目的地17だっけ。意外と近い。やっぱ近いな。ブーステッドボードすごいな、偉大すぎるわ。なんかもうキントーン、現代のキントーン、人類はまさにキントーンを2017年に手に入れたっていう感じだよね。まあ、キントーンもっと速いか、あの空を高速で、高速ではないけど、もっとスピード出して飛んでるけど、わすごいわここら辺。なんだろう、怖いわ。さあそろそろパブリック、パブリックなんだっけ、ディスカウントだっけ、パブリックなんたらが、いやミッション来んのも楽だけど、なんだろうこのあのやばいわ、ホームレスエリアがすごいことになってる。こっちに、こっちに今来てるのね、すごいね。これは僕はタクシー、その散々さっき文句言っておきながら自分は結構バスタクシーエリア走っちゃってるけど、これは正しいのかな。我々これどう見てもバスタクシーじゃないから、正確には左側走なきゃいけないよね、怒られるよね。さあここら辺だな。うわ怖えぞここら辺、またエリアが、よし、ファンキーすぎるエリアに来てしまった。さあどこだ、あ17超えたところか。まだだ、もうワンブロックだ。わなんか霧雨、霧雨コンコンしてる。このこの辺も車ではよく通るけど、ブーステッドボードで通るとあんまりないけど、やっぱり見る景色が変わりますね。いやどっかこの辺美味しいレストランもいっぱいあるから、ちょっとご飯買っていきたいけど、それよりも何よりまずお使い。なんでお使いさんはお使いじゃなくておつかひなんだろうね、すげえ気になるけど。どれだ、行き過ぎたか、よいしょ、これか。17を、
これミッションでしょ、17。あ、左か。あ、これか。いや、やってねえし。これだけど、これだけど、やってんのこれ。やってないでしょ。なんかもう目の前が完全に、っていうか、手が潰れてない？大冒険だな、これ。もう完全にやってないけど。パブリックアウトレット。なんか、Facebook とかやってる予感はすごい出てるけど。完全に。うわ、サンデークローズド。サンデークローズドじゃねえ。ショック。ウェブサイトではサンデーオープンになってたのに。ショック。日曜日やってませんでした。日曜日やってませんでした。オンラインではやってるって書いてあったけど、実際には休み。心当たりのところ一通り回ってみたけど、なさそうです。一応ね、Amazon でね、オンラインで頼んではあるから。ただ今日中でだいたい夜8時とかに来るから、あんま期待できないんだよね。わ、電波も悪いし、治安も悪いし、痛くないわ、このエリア。多分オーダーまだね、あ、一応夜9時までに届くってなってるな。朝7時には出てる、サンフランシスコ。もしかしたら来るかもな。ただ昨日オンラインで頼んでたやつが朝7時にもう配送出てるんで、もしかしたら夜まで待たずに来るかも。一旦帰るか、しょうがない。これ以上は。この周りにファブリックストア他にあるかな。ファブリックストア、あ、違う違う、ディスカウントファブリック違うじゃん。これじゃなかった、俺違うとこ行ってた。やってるところはディスカウント、ファブリックアウトレットじゃなくてディスカウント。ダメすぎ。まあでもそんなに、場所間違ってないから。バレンシアを、バレンシアをずっと行くと。ややこしいんだよね。もう一箇所だけ。もう一箇所だけ回って帰ります。電波ある。
バレンシアをこっちから行こう。やばい、ファブリックアウトレットとディスカウントファブリックとなんか似たような名前のファブリックショップ多いんだけど、あ、ここは素晴らしいじゃない。素晴らしいじゃないってなんかちょっと気持ち悪い喋りになったけど、ここは自転車道路あるから、Google マップは素晴らしいな。サンフランシスコ市内だと、ほら、車で走るルート、歩きで走るルート、公共機関で移動する、公共機関で移動するルートみたいなのはあるでしょ。さらに自転車で移動するルートっていうのが、まあ、ちょっとだいぶ前に追加されてて、それだとこういう、基本的にね、道路、自転車専用レーンがあるところを優先して、チェックしてくれるっていうやつなんだけど、これ早くアプローチ対応してくんないかな。アプローチ対応する気ゼロだよね。それしてくれれば神なんだけど。セザーチャベスストリートまでひたすら、ここもね、ミッションワークショップとかね、いろいろ見たい店がいっぱいこの周りにあるんだけど、そしてこの時間帯は開店直後で非常に空いてて快適そうなんだけど、ここら辺にミッションワークショップとか、バックパックの店ねあるんだけど、まあいいや、いつでも来れる、いつでも来れるっていうか、これ完全に結構サンフランシスコの市内を、ここの床屋さんすっげえおしゃれなんだけど大人気、いつも子供が今にすごいやってもらってますね。なんかお金持ちのお子様みたいな感じ。お坊ちゃま、お嬢ちゃま、お嬢ちゃまやんないか、お坊ちゃまがやってもらってる感じがする。あ、僕のこのヘルメットと手袋買ったお店もここら辺にあるはずだな。あそこも、ね、覗いてみたいな。ちょっと手袋ね、洗濯とかしたいからね、この間一回落としちゃったし、予備手袋じゃないけど2個ぐらい持ってたいんだけど、怖いな。ここら辺じゃなかったっけな、確か。あー、やっぱ自転車専用ルートがあるのは非常に素晴らしいね。あれ、なんかパワーが弱いのはこれ上りだから、なんか明らかにスピードが遅いんですけど、もしやアウトオブバッテリー的な、初のバッテリーアウトか、来るか。やばい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 、完全こっから充電なしで買いのつらいわ。バスだな。あれ、さっき裏で見た時全然まだバッテリーあったんだけどな、なんか知らんがすげえ遅くなってる。やばいやばい。あ、クロームがこんなところにお店出してる。バックパックのクロームね、セカンドショップ的な。あれ、なんかおかしいね。ブーステッドボードがオーバーヒート気味。まだバッテリー3つあるよな。なんか明らかに動きが弱いけど、なんか明らかに遅いけど、なんか異常？あれかな、発熱問題？なんか絡んだ。
なんか噛んだかな。まだバッテリー半分ぐらいあるんだけどな。iPhone で接続してみよう。なかなか。まだ 50% あるよね。まだいけると思うんだけどな。意外と起伏があるからかな。ベルトがもう消耗したとか、なんか重いような重くないような気はするんだけど。周りが悪いような気もしないでもない。いやいや、これマックス最高速、これやばいでしょ。ありえないでしょこのスピードは。完全に壊れてる。あー止まった。あー終了、終了です。まさかのバッテリーは生きてんだけど、なんだろうね、ヒートかな。何かにやられた気がする。よし、ちょっとググるか。スローイングダウンある。
バッテリー切れかな多分あるってまだ半分あるって言ってんだけど怪しいけどとりあえず家に帰る方法を考えるてかウーバーかなウーバーるかリフトそうだいな旅になってんな。どっちがいいか。ウーバーの方が全然安いっていう恐ろしい。やっぱり両方で確かめてみないと。ここに関してはウーバーで行けば、ウーバーシェアで行ったら4ドル、5ドルだけど。さっきリフトだと20何ドル、あのシェアでも15ドルで単体だと20何ドルだったけど、ウーバーを使えば ブーステッドボードがあるからシェアだと迷惑かきそうだから単体で行ってみます。ここでまさかのリチャールコーヒーの前でウーバーをゲットして、でパブリックストアに行ってそっから帰るかな。いやーこれ10ドルぐらいで行けんだったら相当安いけど、リフトなんであんな高いんだろう。それもヘリポートですよね。あれバスケさんからドローン飛ばしについて質問が来てる。それもヘリポートですよね。完全に NG になってます？になってますか？これ音声入力いいんだけどさ、話してる内容がバレバレっていう、まあいいんだけどちょっと恥ずかしい、あの喋ることが恥ずかしいんじゃなくてこうバレバレなことがちょっと恥ずかしいよ。お前何話してるんだ的なね。さあウーバー待ち、ウーバー来てます。マツダのマツダ3、これか。いや、can you open the trunk? Thank you. My board got out of battery now. ちょっと一回止めようかな。
Yeah, nice day. 一旦じゃあちょっとここで撮影を止めます。移動中なんで。そう、ちょっと一応メインチャンネル用ののんきに、ここも治安悪いからね、あんまりのんきに動画撮ってる場所じゃないんだけど、こんにちは、ドリキンです。今ちょっとなんか変なおじさんに、ここね、今ファブリックディスカウントっていう、あのディスカウント、んなんか布屋さん、裁縫道具売ってるようなお店に来て、こんにちは、ドリキンです。今ちょっとね、この分かるかな、このファブリックディスカウントっていうところに、お使いに来てるんですけど、このもう壮大な、すごい大変なあのお使い動画がサブチャンネルに、リンクしてますので、すげえ長いと思うけど、もしよかったら見てください、その全貌を。まあ、ちょっとね、あのなんていうの、ファブリックって書いてあるだけあって、その何屋さん、ファブリックストアそのまんまだけどに、奥さんの道具を買い物に来たって感じ。さあ、これどっから入るんだろう。ここのエリアはなんかもうお店がなんか仕入れ屋さんエリアだから、どっから入るんだろう。こっから入るのかな。なんかちょうど撮影してるところに車が U ターンしてきて、運ターンしてるドライバーのお兄さんにめっちゃ笑われた。お前何やってんのかんだよね、こんなところで。さあ、どこにお店があるんだろう。完全にバッテリー切れだな、これ。どこにファブリックディスカウントあるの？全然、これか、あ、ここか、ディスカウントファブリック、確かにある。これか、すごいところにあるな。 Hi, how are you doing? Do you have this one? Yes, I think so. Oh, nice. Go ahead and check over there. Oh, thank you. Finally. ありそう、ついに。しかしここすごいな、どこにあるの。どっか、わちゃんでもあるよとは言ったけど、どこにあるかまで教えてくれないっていう。すごいな、これどこにあるんだよ。あっちのカウンターのところかな。あっ、キュッ。ああ、ちょっとこっちかな、ここら辺にテーブルとかいっぱいあるから、あるとしたらここだね。
あ、切るやつとかもいっぱいあっていいね、これ。あ、これ辺にありそう。あれ、ないじゃん。なんかいろいろグッズがありそうだな。これとかなんだろう。ウルトラホールとかないな。ライトウェイトしかない。一応上にね、同じブランドのやつあるんだけど、ちょっとあ、ここにウルトラホールドの細いやつはあるな。シートのやつがないな。ショックですね。どうしたらいいかな。裏にあるのかな。あってくれ。すごいな。店員さんが、お姉さんに望みを託す。Hi. Do you have this one? I found that a light hold version, but not ultra hold, ultra heavy. I saw that on the wall. Do we have it over there? Light hold was there. Because we have a lot of interface. Okay. But I don't know the exact one. Do you know which way you want, or you want the exactly one? Sorry? You're looking for the same way or the exactly one? Same way, iron on. If possible. Like a seat. Not tape. Malia, do you think we have this one?
Yeah, I found it, that, but different strings. Oh, they have this one, huh? I think it's light. Oh, depending, right? Yeah. Lightweight. This is ultra hold. なんか同じようなやつはあるっぽい。Oh, nice. How many do you need? Not a good day. Oh, this is exactly. Oh, looks like exactly same. Mm. Like I think 2 yards. How are you losing here? Oh my god, same finally. Yeah. ついに発見。ついに。This is a 1 yard, so thank you. Yeah, that's why we don't want to lose it, because those are the only guys that can. These are not worth it. I have 3 yards. Oh, 2 should be, yeah. That's 2 yards. Is this 2? 2. Okay, oh yeah, 2 yards looks fine. Let me check, yeah. Yeah, 2 yards looks good. No, it's fine. 。帰ろ。やっと帰った。いやー、こんなまさか大騒動になるとは思わなかったけど。でもう一回 Uber 呼ばないと、完全にマイブーステッドボードが死んどりますんで。あ、どっかでご飯買って帰りたかったけど、一回これもう手で持ってんのも邪魔だし、やっぱ袋もらえばよかったかな。でもちょっと後悔しつつ
対にどっちに反対に渡った方がいいよね。こんなところに来てくれんのかっていう、かなり偏僻なところに。まあできてしまったけど、さっきまさに下ろしてもらったところにもう一度来ました。あ、でもこれの方が俺曲がってなくていいな。なんかウーバー、ウーバーコンボだな。さあ家に帰るぜ。家に帰る方がちょい高いけど、それでも多分リフトより安いんじゃないかな。一応リフトもチェックしてみるか。うん、これはウーバーもリフトもほぼ変わらないけど、やっぱりでもリフトの方がそれでも高い。ウーバーにします。さあこの偏僻なところにドライバーは来るんだろうか。結構6分かかる。トヨタカムリが6分で、無事買えました。ディスカウントファブリックすごいよ。これから戻ります。これから戻ります。ダメだ、風がすごくて音声入力が。音声入力のミス。風が強いし、あ、なんかイラッとする、この風で。風がひどい。せっかくシワにならないように持って帰りたいんだけど。結構お姉さんがさ、若干仕事が、もうちょっときれいに丸めてほしかったぜ。なんでそもそも折りたたんで丸めないでっていう小言がうるさい。もうおっさんになると子供小言を知りたくなる気持ちが最近すげえわかるっていうか、小言が多いよ、ね、なんか俺自分がおじいちゃんになったら大丈夫なんだろうかってすげえ心配になるぐらい絶対こううるさい人になりそうな気がする。やばいよね。誰も若い人が近づいてくれないタイプ。あ、細かいことを言いすぎるといけないよね。しかしさ、風がもうしょうがない、これでいくか。これ以上
攻めてもしょうがないから。風が。さあ、もう来るかな。そろそろ GoPro がバッテリー切れそうな気がするけど、結構持つね。いやー、まさかの壮大なお使い大冒険になってしまうとは。なんか最近お使いさんというお使いブームかな、買い物ブーム。この YouTube が散財ではなくて、なんか物を買いに探す旅ブームみたいな。やばいよね。しかしブーステッドボードがバッテリー切れとは。本当にバッテリー切れだよね。このこれ見ると、あ、バッテリー切れになってるね。さっきまで3つだったのに急にバッテリー切れになってる。急に来るんだな。バッテリーゲージ当てになんないんだな。あのケーシーがちょいちょいバッテリー切れになってるの見てたけど、やっぱりあのくらいの持ちなんだね。いや、ずいぶんバッテリー持つなとは思ってたんだけど、たまたま今までの稼働距離が、バッテリーの駆動範囲で、実際にはちょっと厳しかったね。いい感じに。はい。excuse me。よし。I'm ready。Thank you。ふう。じゃあまた一旦止めます。ウーバー早いわ。Yeah, somewhere in open spot. Ah, you can go. Yeah, the front. The open more public. Thank you. Thank you.一応最後は GH5 で撮っておく。今もう帰りブーステッドボードじゃない、今帰りウーバーでバーっと帰ってきたんですけど、なぜならブーステッドボードはアウトオブバッテリーで途中で息切れた。なんかね、で、あの無事買い物は済ませられました。バッチリ。もう5軒ぐらい回ってようやくだけど、ブーステッドボードの今回学んだのは、このブーステッドボードはこのボタンを押すとこでバッテリーの残量が出るんだけど、これ今ね、急に空気を読んで最後の1個がピカピカしてんだけど、さっきまで3つぐらいあったんですよ。このゲージはあんま当てにならないってことですね。走行距離でだいたいどのくらいで切れるかを意識しておいた方がいいみたい。いやー、そうだよね。そんな持つはずないよね。冷静に考えてみれば。
ということで無事ミッションコンプリートしましたよ。